おはようございます。いきますか。はい、ということで、今からコンビニコーヒーを買いに行こうと。買おうと思ったら、はい、アイスのカップはあるんだけど、うん、出ないって、うん、昨日買えたのに今日買えないっていうね。何があったんだろう。わかんない。避けられてるのか避けられてるのか。これはこんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、モカブレンドが新登場、セブンイレブンのアイスコーヒーは結局どれが一番美味しいを検証してみたです。暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい、モカブレンドが、はい、まさかのセブンから新登場、うん、ということで、この夏バチバチですね。このモカブレンドが出たことによって、コンビニアイスコーヒー頂上決戦が延期されるぐらい、やっぱりこれはやらないとなっていうところですね。で、コンビニアイスコーヒー比較検証って毎年やってるんですけど、今年遅かったんですよね。そうですね。もうだって今日7月12日、はい、でこれ出たの7月11日に出てるので、いつもだったら6月中に出るんですよね。それがなんか今年はずれてずれて、でファミマは先に出てて、でセブンが今出て、でローソンもこれ出ないんで、出ないという扱いでいいですかね、ローソンさんという感じで、三者比較は来週かな、来週またやっていくんですけど、まずはこのセブンのアイスコーヒーの中でどれが一番美味しいのかっていうのを比較検証していきたいと思います、うん、はい、では行ってみよう。やってみよう。暮らしとコーヒーの動画。ではセブンの4種類のコーヒーになったんですけど、はい、違いを教えてもらっていいですか。1つはレギュラーがあって、はい、あとはその軽めか濃いめかが選べる、はい、これセブンの最大の特徴ですね。レギュラーコーヒーが3種類から選べるようになってると。これ他のメーカーないんですよね。あ、違う、ファミマがあるのか、うん、ホットはあるけどアイスはここだけかな。うん、セブンでマシンが2台あって、あのレギュラーしか出ないマシン、はい、これってあの使いカフェラテとかもそっちだったよね、確かね、はい、そうです。で、抽出専用のマシンの2台があるんですけど、うん、レギュラーしか出ないマシンでまずレギュラーを入れて、はい、それと同時進行で僕は横でこの軽めと濃いめ、うん、うん、を入れていったんですけど、機械の使い勝手はいかがでしたか。レギュラーをレギュラー押すだけだから、はい、で、自動の方は差し込んだら勝手に認識するんですよ。どこで認識してるか分かんないですけど、多分色だろうね、モカブレンドですよとか。で、差し込んだらもう軽め濃いめ薄めと、あの佐藤柏さんが最初にセブンのあれをデザインした時に分かりづらいって言われたんですけど、もう確実に進化してますね。3コンビニ中多分一番買いやすいんじゃないかと。特にあの自動化したマシンってめちゃくちゃ優秀だなって思いました。とにかくやっぱセブンは機械がすごいと。これ毎年言ってるんですけど、セブンの機械は超優秀っていうね、はい、ということがあるんですけれど、で、抽出時間の違いを言っていくと、やっぱりその抽出時間、豆の量と抽出時間で味わいを変えているっぽくて、うん、うん、豆の量が濃いめはちょっと多めなのかなっていう感じでしたね。で、落とす時間も濃いめは遅いと。で、モカブレンドは多分レギュラーと同じぐらいだったんじゃないかな、抽出時間がという感じになっております。なのでレギュラーとモカブレンドは単純に豆違いな感じなんじゃないかなって僕は予想してます、はいはい、ではこの4種類をブラインドで飲み比べをしていきたいと思います、はい、暮らしとコーヒーの動画。ではシャッフルが終了しました、はい、スタッフによる厳密なシャッフルですねしていただきましたが、どれがどれかもう全く分かんない状態で4種類今あります、はい、では飲み比べをしていきましょう、はい、見た目はあんま分からんですね、見た目では。いただきます。あ、なんか飲む順番間違えたかも。うん、まず3位からいきますか。3位、はい、はい、3位からいきたいと思います。はい、はい、では3位ですね、はい、では3位を発表していきたいと思います、僕たちが選んだセブンイレブンのアイスコーヒー美味しさランキング第3位は、せーの、これ軽め濃いめ。おー、ばらけましたね。はい、じゃあ次2位いきますね。2位、はい、はい、2位いきます、はい、僕たちが選んだ
セブンの美味しさランキング第2位はこちら。あー、レギュラー。はい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 。じゃあ、はい、1位を発表しますね。はい、はい、では僕たちが選んだこの夏一番飲むべきセブンのアイスコーヒーは、せーの、これモカレギュラー。お、ということは4位は軽め、4位は濃いめ。お、それぞれで違いまして、1位に1人そうっすね、全部違ったってこと。はい、暮らしとコーヒーの動画、全部違いましたね、お互いのランキングがね。はい、ということで、順位がつきました。はい、はい、じゃあ軽めが3位の理由を教えてもらっていいですか。薄いけど、うん、薄い分、うん、そんなに嫌な味もないから、うん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 、まあ、飲めるそうになってくし。なるほど、僕は軽めが4位なんですけど、はい、僕は逆にやっぱ薄すぎるなって思いましたね、うん、コーヒー感が少ないというか感じが軽めにありました。夏目店長の2位は何ですか。はい、モカです。はい、僕の1位はモカでした。はい、はい、ということでモカを2位にした理由を教えてもらっていいですか。まあ、モカは、うん、モカの、結構香りもあるし、うん、一番そのボディっていうかね、苦味だけじゃなくて、まあ、深みとかも加わってるんですけど、うん、それにしてもやっぱり私は最後に残る味が気になっちゃって、うんうんうん、2位にしました。はい、最後のイガッとしたってことですか。うん、うん、僕が1位にしたのはやっぱりこの4種類のコーヒーの中で群を抜いてそのテロワールが感じられるというか、うんうん、あ、ちゃんとモカだなっていう感じは、この4種類で比べるとすごいアイスコーヒーとしてはモカを楽しめるというか、そうですね、産地を楽しめるアイスコーヒーになってるなっていうので1位にしました。そうですね、まあ、はい、モカって言っても、うん、大丈夫な味、うん、そう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 。1位が何ですか。レギュラーです。おお、なるほど。僕も2位がレギュラーなんですよ。レギュラーを1位にした理由を教えてもらっていいですか。やっぱりバランスがいいなと思いますね。バランス、うん、バランスがいい。はい、うん、セブンのコーヒーはやっぱこれです。私はレギュラーが好きです、うん、さっき言ってた喉に引っかかる感じっていうのはあんまりない。あ、そうなんだ。でも全体的に味はちょっとアイスっていう、アイスコーヒーとしては薄いと思う。うんうんうん、うんでも全体的なバランスもいいし、その何かが突出してるわけでもないし、うん、私の喉の最後イガってくるっていうのもすごく抑えられているし、うん、まあいい感じなんじゃないっていう。あ、そう。そんな、なんかコンビニのアイスってどうしても、うん、その苦味が強く出てて、その後の味が、うん、あ、ちょっと水っぽくなるような感じがあるでも、そういう中で比べて、セブンレギュラーが、まあ、バランスがいいのかなと思いました。なるほど。暮らしとコーヒーの動画で、4位ですね。4位は何でしたか。濃いめです。あ、軽めです。はい、4位の理由を、濃いめが4位。すいません、濃いめはもう私は飲めない、イガイガしちゃって飲めない。うん、飲み始めた後にガッてくる、うんうんうん、味の強さが、うんうんうん、初めから濃い苦いじゃなくて、なんかさらっと入るのに、入った時後からガンってくる、 あのこのトゲッとした感じが嫌なんですよ。あ、もう単純に美味しい美味しくないじゃなくて苦手、苦手、より苦手要素が強いものでランキングが決まっていく。そうですね、夏見店長はね。だから味わい的に言うと、うん、モカブレンドは悪くなかったでしょ、うん、悪くない、うん、でも最後のイガットで落ちた。そうですね、はい、悩ましい感じですが、セブンのランキング、お互いの最終的な結果はこんな感じになりました。はい、はい、皆さんのランキングはいかがだったでしょうか。はい、気になるお値段なんですけど、はい、夏見店長、このレギュラーと濃いめと軽めは全部同じ値段なんですね。うん、全てが110円です。110円、はい、安いよね。で、モカブレンドは160円です。50円の差があるっていうところですね。この50円の差がありかなしかだけ夏美店長教えてもらっていいですか。プラス50円でモカブレンドを飲むかどうか。どっちでもいいかもしれない。ああ、なるほど。私は2位にしちゃったんで。確かに、はい、確かに。この50円の差は、まあ、そこまで感じない。50円払ったところで安いから、うんうんうん、まあ、それはこのモカで全然いいと思
なるほど。まあ最初だし飲んでみようって思うんだったら、ちゃんとコーヒー感を味わいたいっていう人はポカブレンドを飲んだ方がコーヒー感は強い。なるほど。レギュラーよりは、うん、まあ言って160円だもんね、うん、アイスコーヒー160円でモカ感が出るのはねなかなかないことだし、うんうん、飲んでみるのはありだと思いますね。はい、はい、でもこれが果たして本当にモカモカしいのか。でも圧倒的にモカの基準値っていうのはファミリーマートさんが作ってますね、うん、でそこと比べてどうなのかっていう言及を今日は極力避けてきたので、これがどうなのかっていう最終的な結論が出されるのが来週の日曜日の動画、コンビニコーヒー頂上決戦です。でこの中からセブンイレブンのコーヒーの中から全部エントリーするとかなりの数になっちゃうんで、2種類エントリーしようと思います。はい、2種類は何がいいですかね。もう1位と2位じゃないですか。レギュラーモカとレギュラーと。なるほど。はい、まあ、そうですよね、はい、多分みんなが一番気になってるのはモカブレンド同士の直接対決だ。どっちが美味しいのかと、あとレギュラーですね。レギュラーが意外とね前線してたから。そうそう、全社、うん、で飲むと、うん、結構また味の感じ方も違うんだよね。確かに、うんうん、で結構ね昨日もう飲まれた方の感想もいろいろ拝見してるんですけど、あれはやっぱ他社との比較なんですよね、うん、ですのでこの単体で飲むとこうだったけど、うん、いよいよ皆さんがやった他社との比較っていうのを来週の動画でやっていきたいと思います、うん、はい、この夏最強のアイスコーヒーはどこなのかは、はい、来週日曜日の動画でやりますので、ぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。はい、はい、暮らしとコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また Twitter、Instagram、Threads、うん、と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、日曜日のクラシットコーヒーの動画は、はい、日曜日はクラシットコーヒーの新作コーヒー、ちょうど去年セブンもやったところですね、キリマンジャロ、はい、これが劇的な進化を遂げてますので、うん、このキリマンジャロコーヒー、タンザニアのコーヒーの最新事情をこの日曜日の動画では配信いたします。はい、そして来週の日曜日は何ですか、はい、コンビニアイスコーヒー頂上決戦、はい、はい、になっております。これでアイスコーヒー編もね、うん、一応一段落ということで、はい、どこのコンビニのアイスコーヒーが一番美味しいのかは来週日曜日の動画で配信いたします。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画で。はい、夏美店長、はい、配信お疲れ様でした。でした。コンビニコーヒーセブンイレブン編ですけど、はい、レギュラーが1位でしたね。うん、私もともとコーヒー飲めないんですよ。はい、はい、知ってます。なんでかっていうと、うん、めちゃくちゃ胃もたれするから。はい、だけどそこから胃もたれする原因を突き止めて、そこをこう抜いていくっていうか取っていくっていうか、うんうん、そういう焙煎をたどり着いたわけなんですけど、もともと飲めないから、はい、やっぱりしんどいですね、コンビニのコーヒーっていうか、うん、胃もたれする。そうです、ですね。なかなか苦行なんですね。そう、そうなんです。なんかもうお金払うくらいもうちょっと高くていいのやってほしい。なんか難しいよね。そうですね。まあけど各社で50円上げたのは英断だったと思いますけどね、うん、まあ、はい、で夏美店長、クラシットコーヒーからのお知らせを。はい、はい、クラシットコーヒーでは現在定期便の募集を開始しております。これがもう半年ぶりぐらいですね。はい、はい、クラシットコーヒーの定期便はどんな感じなんですか。ま、毎月3種類の豆と、うんうん、それからまあ何かがとおまけがついているものなんですが、うん、今回、募集をかけているのは3ヶ月分のお試しという定期便になっております、うん、で初回はですね、あのマグカップとそれから金具付きのネル、はい、と保存缶っていうのもついてまして、はい、それがこう定期便のごとに募集する回ごとに色が変わるんですよね。マグカップと保存缶の、はい、あとイラストも変わります。そう、イラストも変わったりするの で、今回のイラストはそちらです。はい、ドリップの街ですね。はい、超可愛いですね。はい、藤峰さんのドリップの街が、うん、はい、なってます、はい、で応募期間はこのようになっております。はい、もうすでにたくさんご応募いただいていて、申し込まないと当たらないので、はい、ぜひ運試しに抽選の方よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。